札幌市で2歳だった池田小鳥ちゃんが衰弱して死亡した事件で保護責任者遺棄致死の罪に問われている母親に検察はほとんど食事を与えず医療措置も受けさせなかったのは残酷で悪質だとして懲役14年を求刑しました札幌市中央区の無職池田里奈被告は去年娘の小鳥ちゃんを衰弱させたまま死亡させたとして保護責任者遺棄致死の罪に問われ の裁判で検察は小鳥ちゃんが亡くなったときその3か月前と比べて身長が伸びていたのに体重はおよそ1.5キロ減っていた十分な食事を与えられず低栄養になって衰弱して死亡したことは明らかだと指摘しました。 小鳥ちゃんにほとんど食事を与えず怪我をしていることも認識していたのに医療措置を受けさせなかったのは残酷で悪質だとして懲役14年を休憩しました一方、弁護側は小鳥ちゃんの足に皮下脂肪が残っていたことなどから衰弱していた事実はない食事を与えられずに急激に痩せたことを裏付ける根拠もなく衰弱死だったとする検察の主張は絶対に誤っているとして 無罪を主張しました。裁判は今日で決心し。判決は今月二十日に言い渡されます。n. H. K. では、この裁判の法廷でのやり取りを傍聴期としてまとめ。特設ページに随時掲載しています。画面の。右下の Q. R. コードをスマートフォンで読み取っていただくか。n. H. K. 札幌放送局のホームページから。ホットニュース北海道ウェブのページにアクセスすればご覧いただけます。